伝説のタバコスポットを教えてるわ。おい、立山に住むやつここで吸えよって言うよ。この何ここ、ここ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 に座ってな、みんなで吸うんだよ。うわ懐かしいわ。でね、こうやってさ、向こう側からこの木のね、あ、石の建物によりブロックされて、いや、今吸いたいけど、ちょっとさすがに無理だ。吸い殻あるから、あ、吸い殻いっぱいあるな、吸い殻いっぱいある、吸い殻、あ、高校生がいっぱい吸ってな、よかった、守ってくれてたんだな、この文化。あと、うわ、吸い、あ、タバコいっぱい落ちてた、あ、みんなさすがだわ、分かってんね、今の高校生も、もうすげえや。わあ、吸い殻だらけだ、ほら。この辺とかも。よかった。文化は受け継がれてるんだな。それで。あ、ほんとだ。トリプルチーズバーガーの M セットで。はい、ありがとうございます。飲み物は？すいません、はい、飲み物も言っていいですか？お願いいたします。双剣美茶、はい、あとポテトで、はい、わかりました。以上で、はい、双剣美茶の方、車でお待ちですか？すいません、もう一度お願いします。双剣美茶の方、車でお待ちでしょうか？はい、そうです。わかりました。はい、はい、ありがとうございます。俺、ドライブスルーの達人じゃねえか。めちゃくちゃうまくなかったか、意思の疎通ができねえぞ、他ドライブする処女じゃ。なんで立山まで来てマック食わなきゃいけねえんだよ。西新宿5丁目のマックでいいだろうが、今思えば。なんで立山まで来てマック食うの俺。じゃ、毎回恒例なんだよ、ここ見るとなんかマック食いたいなってずっと思ってたから。ありがとうございます。少々お待ちください。はい、どうも、ありがとうございました。またお越しください。ちょっとマック食っていい？あとか商品の紹介をします。じゃあ YouTuber みたいに、今日の夕飯はトリプルチーズバーガーです。こう上げて、このまま蒲田、このまま上げて。今日の商品はこちら、じゃん、トリプルチーズバーガー。もう正規を意識しました。マクドナルドのレビュー、全商品レビューしていこうか。いただきます。こんなにやんだ。うん、あんまなるんやベーコンレタスバーガーが終わった。俺チーズあんま好きじゃないんだよ。うん、まっ、あー、しみるぜ、しみる、あー、もう食えない、どうしよう。ノリで俺がドライブスルーがしたかったんだやべえ、どうしよう、もう食えない、現場抑えられてるから捨てらんねえ。あー、分かった、くせえと思ったらカニの匂いだ。なんか今日マックくせえなと思って今、なんていうの、店側に配慮して言わなかったけど、ごめんなさい。僕の手が臭かったです。シートベルトしながらマックいいじゃねえかよ。何がいけないの？シートベルトしながらマック食うのもなんでいけないの？別にいいじゃねえかよ。慣れてねえんだよ。お母さん、今ちょっと配信してるんだけどさ、ごめん、ちょっと一瞬電話しちゃったんだけど、今立山帰ってきててさ、俺
今ね、オドヤ、あのドライブスルーのところえ、でも、え、なんでどこにいるの今。あ、そうなの、じゃあ一瞬会おうよ、ちょっと。うん、あのドライブスルーの脇っちょで飯食ってるから。うん、はい。今でも配信してるから気をつけて、着いたら連絡してね。うん、はい。行くよーって言った。あ、お母さん来た。多分あれだ。早っ。ちょっと一回カメラ変な気付き、俺の癖が出た。飯食う時なる癖。ビスケットオリバー現象みたいな。ちょっとお母さんに会ってくれば一瞬待ってて。立山の視聴者が佐藤さん長い道中なんでジュース飲んでてくださいって持ってきてもらってきたよ。悪いことしちゃったな。なんか俺も立山ファンがいたか。別にそんな俺物差し入れしろよみたいな首で立ってんだけどな。あ、お母さん来た。バカ、お母さん、ここ止めんな。お母さん来て、バカそんな笑顔で来んな。ちょっと待って一回切るわ。もう超空気読めてね。ちょっと待って、一回外だよ。やっぱ今カメラ切ってるから。え、なんで助手席に乗るつもりなのまあいいけど、ね、ここにしてよ。お母さんよくわかったね。よくわかったね。俺なんでわかった。え、配信してるならいいよ、仕事中なの。いや、仕事ってか、あの、え、なんでさ車で走ってきてわかったの俺って。わかったよ。取ったね。取ってないよ。毎回言うよね、お母さん、それ。違う、帽子かぶってるから頭の大きさが強調されるんだよ。会うたび言うじゃん、それ。そうだっけ、うん、お母さんも太った。お母さん痩せたよ。何、ちょっとなんかその女をちょっと出してくんだ今。え、何今、痩せたね、お母さん。そう、うん。そんなことないの。痩せたよ。じゃあ。可愛らしいでしょ、相変わらず。まあまあまあ。何とも言えないけど。まあ、もう帰るの。うん。え、でもじゃあだから一瞬電話したんだよ。お母さんいるかなと思って。なーに、車の運転できるんだ。なんとかできる。あ、難しいね。で、ちょっと行くから、お母さん。なんで、もう行くの行くよまたゆっくり帰ってくるから。またゆっくり帰ってくるから。忙しいみたいね。いや、忙しくない。全然忙しくない。ちょっと恥ずかしいんだよ親子の会話聞かれるの恥ずかしいんだよ。でも、もう配信してんの。もう配信してる。で、またね。またおばあちゃん、あの、今月に一回帰ってくる。またね。おばあちゃん全然ダメだよ。あ、本当に、うん、じゃあ頑張るから帰ってくるからね。ごめんね、わざわざ来てもらって。あんた何人か。そうだね、だからそれちゃんと振り込んでるよ、うん、あと、青色申告しなきゃいけない。あ、そうだね、青色申告するよ。なんでそういうさ、裏の話をしなくていいよ、だからわかんなんで青色申告の話をしなきゃいけないんだよ、ここで。するよ、ちゃんとすげえエグい話させるね。じゃあね、気をつけて帰んねよ。またね、じゃあいいよ、せめて。またね。もうなんでそういう話すんだよ、本当に。じゃあね。今カメラつけて。ちょっとすげえ恥ずかしいわ。うん、またね。こっちでいいんじゃない？向こうから出た方がいい？もう全然外行きにならねえ、うちの家族、マジで。え、こっちでいいの？これ出れんの？お母さんはめてないか、これを。これ出れんのか、ここ。あ、出れた。いやー。いや、恥ずかしいわ、マジで。あ、親父の番号聞かせた。でもダメだ、うちの母ちゃんより親父の方が立って。待って、ちょっと待って。ちょい待ち、ちょっと待って。
うちの母ちゃん後ろについてきてし、もうなんでそんなさ、あれなの、空気読めないの、なんですぐそういうことすんの、黙ってめっちゃ見てるし、どんだけ俺は子供だと思ってんの、税金払いなさいとかさ。みんなごめんね、今カメラをうちの母親と別れるまで、よし、ここで巻くぞ、ここで母親巻くぞ、よし、バイバイ、よし、巻いた巻いた、よかった。もうさ、やめて、ほんとそういうことすんの。右方向です。いや、右行けねっつうの、もうマジでダメだわ、ほんとほんとマジでやだわ、もう二度と出さねえ、決めた。あいつら俺の個人情報バンバン言うわ。親、母親ついてきてるし、来んなよ、なんで来てんだよ、どこまでついてくんだあいつ、来んなよ。よしよしよし、行った。